竹野内豊は日本の俳優、埼玉県所沢市出身、県音所属。出身校は、所沢市立西富小学校、所沢市立高陽中学校、法南高等学校。法南高等学校在学中の1989年に母と姉が男性ファッション雑誌、メンズ、ノンノの読者モデルに応募してグランプリを獲得したのをきっかけに、 芸能界入り、モデルを経験した後、1994年放送のテレビドラマ、僕の就職にて俳優デビューを果たす。1995年、テレビドラマ、星の金貨で、坂井範子演じる聴覚障害者のヒロインをめぐって、三角関係となる腹違いの兄弟を、同じくデビュー直後だった大沢か夫と演じ、揃って注目を集めた。 1996年、テレビドラマ、続、星の金貨にも続いて出演し、第33回ゴールデンアロー賞、放送新人賞を受賞した。1996年、テレビドラマ、ロングバケーションでは、山口智子演じるヒロインの弟で、プレイボーイの葉山真嗣役を演じる。1997年には、テレビドラマ、ビーチボーイズで、反町隆と共に主演を務め、 その人気を決定的なものにする。以降、1998年、With Love、1999年、氷の世界、2000年、真夏のメリークリスマス、2001年、できちゃった結婚といった人気ドラマで主演を演じ、2001年には映画に初出演し、イタリアフィレンツェを舞台とした映画、冷静と情熱の間では、香港の女優陳慶林と共演し、 主演を務め、第25回日本アカデミー賞優秀主演団優勝を受賞。20代までは恋愛作品のイメージが強かったが、2003年放送のヤンキー母校に帰るでは、吉家博之をモデルにした元ヤンキーの熱血教師という自信初のこれまでにない硬派な役を演じ、当たり役を得る。2010年2月より、レナウンの男性向けブランド、 D. アーバンのイメージキャラクターを務める。2010年10月放送の流れ星で9年ぶりにフジテレビ月級ドラマに主演。2011年映画太平洋の奇跡フォックスと呼ばれた男で大場久志陸軍大役で主演を務め、第54回ブルーリボン賞主演団優勝を獲得。声が素敵な俳優として定評があり、ドラマ中この声を君に、 の主演に選ばれたのは声を基準にされたことによる。元モデルなのでファッショナブルであるが、この声を君にではいけていない中年男性を演じている。磯智明チーフプロデューサーは2017年時点で竹内のことを竹内さん自身は非常に真面目な方です。初回に甲賀詩を読みながら落類するシーンがあったのですが、あれは本当に泣いています。 涙が出るまで楽屋に入って集中していました。きちんと物語を理解しようとしているし、とても誠実です。役作り、セリフの言い回しについて細かく質問をなさるし、麻生さんとも演技について話し合いをしています。また、麻生さんが朗読講師という役にプレッシャーを感じていると大丈夫です。僕にとっての京子先生になっていますと励ましたりして、 気遣いもできる方ですねと評価している。機械体操の経験があり、映画、活弁、でのアクションに生きたという。2021年4月クール放送の、1K のカラスにて、50歳で、フジテレビ月9として、およそ11年ぶりの主演。月9枠では、小田裕二以来、4人目の50歳代での主演となった。ありがとうございます。